などだったら竹冠、字は必ず水平ではなくって右上がりですね、はい、右の方が真ん中引っ付けて真ん中引っ付けるんですよ。これが大事です。これが、はあ、そうするとですね、キュッと真ん中に集中しましたよね、はい、でこの傾きはなんとか直してほしいですけどね。まずこうキュッまっすぐ、これ絶対傾かない、こうで長い横線はしっかりと反り切ってください、うん、これがないと決まらないです、この字は、うんうん、であとはだんだんこうきたらこうしていくと、絞っていくとかっこいいですので、こう書いて、はい、縦頑張ってくださいね。縦をぐーっと書くことによって字がスリムになりますよね、うんうんうん、傾いちゃダメですよ、こういうふうにね、はい、まず竹冠の書き方が大事です。真ん中キュッと集中してください、寄せて、そう、そんな感じです。そうですね、はい、これは仕事の語とか事務所とか、はい、でこれもですね、やっぱりうまく書くコツがありますので、まず傾いたらもうあの柱が曲がっていると同じですので、あ、はい、柱が曲がったらやっぱ価値がなくなるんですよね、住宅でもそうですけど、まず横線一本長くするんですよ。できればここ長いとかっこいいです。うん、ちょっと勇気いりますけどね、頭長くするの。そうですね、でここをこうコンパクトに、横線が多いですからとにかく慎重に書いて角度つけて、ここをあんまり長くしないんですね。でこう書く、まっすぐ書いて跳ねるとキュッと締まるというかですね。あ、上が長いっていうのはちょっと、あ、どちらでもいいんですけど、で なんとか事務所とか、なんとか事務機という会社とかありますよね、はい、そういう看板とか よく見たら こんなん多いですね、こっちが。あ、どちらでもいいんですよ、本当は一本だったら。ただあと空間すごい重要です。これはもう本当に直線の字ですから、はい、空間が全てですね。もう慎重に 1,2,3,4,5,6 本もあるんですね。まあ、すごい難しいですよ。直線的な字は難しいですから、字は空間がすごく大事です。あー、でもちょっと違うな、はい、この時点でも違う。そうですね、もうこれ広いですね、こんな空間がね。そうですね。で中心線をうまく利用して、中心線にうまくまたぐようにしていけばいいですね、左右がね、うん、あ、で左がよなんか足りないから、右に寄ってきてるんで、中心線またいでください。中心線またいで、はい、空間気をつけて、はい、あ、難しいですね、これ。難しいですよ、直線ですから。はい、そうですね、もう空間ちょっとでも崩れると目立ちますよね。そうですね、はい、この上の部分も。そうですね、例えばこの字とかこの字とか直線、こういう字はもうやっぱりごまかし効かないですからね。そうですね、授業の行、これなんかも書けるとかっこいいですので、圧倒的に縦長なんですよね。でも横線が多い字ですけど、はい、まずこの頭がもう決まらないとやっぱ字って決まりませんので、はい、頭まっすぐまっすぐで、高さが違うの分かりますかね。あ、はい、で真ん中集中です。ただもう4つがキュッと真ん中向くんですね。そしたらこの横線がグッと目立ちます、うん、でこれも、まあ、雪と同じような感じで1、2ですね。で、うん、1、2、3、ね、上向き、まっすぐ、軽く下向きです、うん、表情がないですからね。でここをしっかり、これをまた長く書いて、足長に書いといて、ここを木みたいに払うんじゃなくて、ここをカタカナの穂にするとおしゃれです。でもそうするとなんかコンパクトに決まるんですね、うん、これもキュッといきますよね。なるほどなるほど、そういうイメージですね。ああ、そうですね。で、長い一本があるから効くんですね、うんうん、で頭がなんか締まりましたよね、なんかね。そうですね、はい、例えばですね、じゃあ例えば普通お金とか扱うんだったら普通預金とかやりますよね。あ、そうそうそう、もうまず書けないですよね、このまあこれもね、こう書いたら、これまずで、これ書いたら皆さんほとんどの方がやっぱ これこうなるんですよ。あ、でこうなるんですよね、はい、でこれもこう書いたら同じですね、行と今の1、2。そうするとなんか締まって見えますよね。そうですね。そしてあとここにスマートにこの火を書くだけでこう決まるわけですね。そしたら閉まるんですね。長い横線が1本が大事なんですけど、これが傾くと結構きついですね。あ、これの2本はまっすぐですからね。
はい、でも頭の上半身の方で傾くと下半身も傾きますので、はい、上半身ちょっと集中してほしいですね。書き始めのですね、ごんべんとかだったら変だったら変とかですね、はい、左が傾いたらもう右が傾くしかないですから、うん、左を集中する、上下書くときは上を集中する感じですかね、はい、でスタートさえうまくいくとなんか下はそのままの流れでいけますので、はい、案外スタートが全てですね。